皆さんこんにちは。ミリオネアマインドセットマスターコーチのタイです。本日はですね、いよいよ迫ってきました風の時代に入るんですけれども、風の時代にですね、皆さんがどのようなマインドで過ごしていけばより流れに乗って運気をグーンと上げて自分らしく豊かに成功できるかっていうポイントを便質お話ししていきたいと思います。でですね、まず風の時代って何なのって思う方がいらっしゃるかもしれませんよね。簡単に話をしていきますね。風の時代っていうのは12月22日に水瓶座に木星と土星がグレートコンジャンクションを起こすんですね。これはどうなのかというと、水瓶座の中で木星と土星が重なり合うっていう現象が起きるわけです。これがですね、なんと約200年間水瓶座を筆頭に天秤座、そして双子座のね、風のエレメントでぐるぐる続いていくんですね。ですから今大きなですね、時代の転換期に私たちは過ごしているわけなんです。ただですね、もうすでに私はもうこの風の時代には入っていってるなと思うんですよね。なぜならばコロナが起きてですね、いろんなやり方がすごく変わっていきました。リモートワークやオンライン化が進みましたよね。でこの風の時代にはオンライン化もどんどん進んでいくって言われてますから、もしねこの中でオンライン苦手だなって方がいらっしゃったら、ぜひですねオンラインもこれからどんどん進んでいくので、オンラインにも慣れていく必要があるかなと思います。ではですね、この風の時代に流れに乗って豊かに成功するマインドを3つお話ししていきますね。まず1つ目、それはですね、皆さんの自分軸をしっかりと持つことです。自分軸がないとですね、これからすごく生きづらい、いろんなですね、あっち行ったりこっち行ったりそっち行ったりこうフラフラしちゃうんですよね。なので自分の軸っていうものを今からしっかりと大切にしていってください。好きか嫌いか、やるかやらないかっていうのがね、すごくシンプルな問いかけです。自分自身これからの人生どんな風に生きたいのか、どうありたいのか、何をしていきたいのかっていうですね、自分がしたいことっていうことに対して皆さんどんどんね貪欲になってください。他人からどう思われるのかなとか、何かあの人にね思われたらどうしようかなとかね、そういう他人の視線や他人の意見を気にするんじゃなくって、皆様が自分自身がどうありたいのかっていうね、このね、自分はどうしたいのっていう、この何をするべきってよりもどうしたいのかっていう、このしたい want っていうものにぜひ耳を傾けていってください。ものすごく変化の早い時代なので、あまり長いねゴール設定は難しいと思います。ですからまずは1年後どうなってたいかなとか、半年後とか3ヶ月後自分はどうなっていたいのかなっていう、その自分の姿をイメージしていただいて、自分はこういうふうに生きたい、こうありたいっていうね、自分のあり方をすごくね大事にしていていただきたいなと思います。皆様の魅力、自分の才能、ね、特技、ね、専門性っていうものを問いかけていただいて、自分らしく豊かに成功していきましょう。2つ目です。それはですね、古い、価値観や思い込みをどーんと手放してください。皆さんの中ですね、なかなか自分はな、そう言ってもできないんだよなとか、やったことないからな、どうせ自分なんてっていう古い思い込みや刷り込みを持ってる人がいると思うんですよ。これからね、時代がね、バーンと変わるんですよ。皆さんのそのね、いらない古い価値観とか思い込みや刷り込みをどんどん手放していってください。皆さんね、パソコンとかスマホとかって買い替えますよね。日々パソコンとかスマホもバージョンアップをしていますよね。私たちもバージョンアップをしなきゃいけないんですよ。そのね、古いね、ガラケーだったりとか、ものすごい昔のですね、なんかこんななんかすごい大きな、なんとトランシーバーみたいなね、なんかスマホとかありましたよね。スマホ携帯電話、こんなでっかいやつじゃなくて、今はスマホの時代ですよね。でアプリもどんどん変わっていっています。私たちもですね、どんどん古い情報をもう捨てていって新しい自分になっていく必要があるんですよ。そして皆様がなりたい自分になれるんです。ぜひ皆さんの古い思い込みね、できないとかやれないとかどうせ無理だっていうような古いバージョンはもうどんどん捨てていっていただきたい。そして自分がこうなっていきたいっていう自分の未来、なりたい姿にフォーカスをして、日々日々バージョンをアップしていってくださいね。古い思い込みや価値観はもうどんどん手放していってください。そして3つ目ですね、これすごく大事なんですけれども、時代が変わって今はですね、物質的なことだったりとか、例えばお金とかね、家とか車とか、なんかこう所有するっていうことが割とねスタンダードだったと思うんですよ。でもこれから変わっていきます。
変わっていくとですね、どんどんこうなんか持つっていうよりはもう軽やかに所有せずに自由に生きるっていうことが大事になってきます。ですからこう家とかももう買うっていうよりはもう賃貸ね、いつでもどこでも行けるように賃貸するとかね、車とかもシェアをするとかっていう時代に変わっていきます。その代わり大事なことっていうのはコミュニケーション、そして人とのねつながりなんですね。ですから皆さんがどういう人とつながっていきたいのか、どういう人たちと仲良くなっていきたいのかっていう人と人との関わり方がすごく大事になってきます。ですから12月の22日からは人間関係だったりとかコミュニケーションが大事になってきます。皆さんね、どんな人と一緒にね人生を楽しんでいきたいでしょうか。コミュニティだったりとか自分の大事な人たちだったりとかね、そういうヒューマンネットワーク、リレーションシップっていうことが大事になってきます。ですからそういう人とね巡り会えるように自分自身のですね波動エネルギーをどんどん上げていくことがすごく大事になってきます。皆さんね、日々日々自分のエネルギーを上げていく、波動を上げていく、そしていい人と出会っていくっていうことが風の時代にですね豊かに成功できる大事なステップになっていきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではこの動画がいいなと思っていただいた方はぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。皆様のいいねチャンネル登録が励みになります。ご視聴ありがとうございました。